恵比寿サーキット改め自動車科学研究所、実験施設にあの平成の発明王が姿を見せた。皆様こんにちは、自動車科学研究所所長、通称コルセット博士です。今日は皆さん知っとるですね、スバルのアイサイト、もう勝手に車がピタリと止まってくれるらしいことですよ。壁にぶつかることもないかもしれんばい、ということコルセットいらず、今日はこのアイサイト科学的に検証してみるばい。自動車科学研究所、今回は噂の超ハイテク技術を検証。スバルレガシーに搭載されているステレオカメラを使った安全運転支援システムアイサイト、その目玉の機能がプリクラッシュブレーキだ。前の車や人間にぶつかりそうになると車が勝手にブレーキを踏んで事故を回避するのだ。では一体どんな技術が使われているのか、スバル本社に取材を敢行。まずはアイサイトの全体像から。まず人の目と同じように左右2つのカメラで対象を認識いたします。でそれを認識した後に画像認識ソフトウェアというものが大きさあるいは輪郭からといったものを見ながら、これ人、車あるいは白線などのということを検出いたしまして、それが制御が必要判断されますと、その対象までの距離あるいは移動速度などの情報を今度は車両制御のソフトウェアに伝えます。車両制御ソフトウェアはその受け取った制御対象の情報と自分の車の走行状況をもとにいたしまして、最適な制御内容を判断します。アイサイトの肝となるのはステレオカメラ。対象物を 3D で鮮明に捉え、的確に情報を処理する。ではどのように制御しているのか。ステレオカメラにこだわっている理由なんですけれども、走行中に必要な情報を画像という手段に取り込んでおります。そのためいろいろな運転支援をですね、このシステムですと一つのセンサーで実現できるんですね。この映像を見るとステレオカメラによって前方の対象物が何であるかをはっきりと認識しているのがわかる。ほんの 1,2 メートルとかそういったごくごく近い距離での物体も検知することが可能となります。でさらには物体の横位置を検知する精度が優れておりまして、ですので走っている時に車線あるいはガードレールも検知することができますので、今乗っている車が今どういった走行環境を走行しているかも推定できるんです。では先ほどの映像をもう一度見てみよう。自社の走行車線内にある対象物には赤いマーカーがつくのに対し、右側の歩道を歩いている歩行者にはないのがわかる。これは自社の走行状況において事故の危険がある対象物をしっかりと把握できていることを表している。その判断というのはですね、あくまでも人っぽいあるいは車らしいというところでやっておりまして、大きさなどさまざまな要素を用いて判断をしています。ただですね、この制御というのがドライバーが四隅などをしていてですね、衝突が避けられないギリギリのところで作動するシステムとなっておりますので、やはりあくまでも運転するときはそのお客様、ドライバーの方が責任を持って安全責任を持ってやると、そういうところはご認識いただきたいなというふうに思っております。では実験施設に戻り、実車にてその性能をチェックしてみよう。というわけで世界初のテクノロジーを実験するために今日は国立大学卒業自称、スーパー女子を、用意しました。どうもおはようございます。知っとるかいこれ、はい、アイサイト。アイサイト、そう、はい、危険なものを察知して勝手に止まるというスーパーテクノロジー、世界初。あ、そうなんですか。これがね搭載されとるですよ。それは俺の ID よりもすごいんですかね。もうね、ものすごい。さあというわけで早速このボンクラ女子を使って実験したいと思います。まずは鮮明な車のリアビュー。それではテスト1。よく CM とかでこの光景見たことはなかですか。車にぶつかりそうになると自動的に止まってくれるんですよ。まずはこのシミュレーションからいってみましょうか。噂通り本当に勝手に止まるのか。それではじゃあスタート。時速はおよそ20キロから30キロぐらいの間ですよ。これ本当に止まるのかな、もしかして。お、止まった。これは止まったですね。これはやっぱり車の ID が働いた後でしょう。運転手もちょっとホッとした感じがするですよ。お前止まんねやろか、こんなんで。嫌やろな。お、止まった。
その距離わずか数十センチでピタッと停車。さあ今のはどんな感じですか？いやーびっくりしましたよ。何が起こったのか分からんかったっすわ。止まりましたね。あのコメントになっとらんですね。え、どんな感じで止まったんですかこれ？なんかピー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 ってクーッと止まりました、うん、ピピクー。こんな感じらしくですね。さすがアイリー、人間とどっちが偉そうですか？いや車の方が賢そうですね。やっぱり運転手がやはり車の方が賢そうで見てわかるですね。続いては何も書いていない真っ白な壁。続きましてテスト2。先ほどね車を認識するのは分かったですね。車外したですよ。イメージとしては壁。前方の白い物体はちゃんと認識されるのか。さあ続きましては壁ですよ。この壁をちゃんと認識してくれるのかどうかこのマシン。さあ運転手の ID と、おブブッといてなんか止まったですね。いきます。お、まとまんねやろかこれ、怖いな。危ない。うわ、止まった。あ、壁をちゃんと認識したですねこれね。ちゃんとピー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 って言いましたね。なんかね止まる直前になんかブブっていうような音が聞こえたんですけど、なんか車全体がこうブブってこう屁こいたような感じになりましたね。そう、その屁はどこから聞こえとるんですか？どうすかね、こいたっけな。いや大丈夫やと思います。多分大丈夫じゃなくてどこから聞こえとるんですか？あった。貴様、白でできたので今度は色柄付きにチェンジ。壁をちゃんと認識するのかどうかテストバイ。さあここまでは普通ですよ。ブレーキに足を乗せずに本当にピタリと止まるの。おや、壁は認識せんとですかね。はい、行きます。あら、ニュートラルや。行きます。止まるかな。あれ、何も言わへん、何も言わへん。危ない危ない危ない。ああ、当たってもうた。止まらなかった。何も言わなかったっすわ。ピー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 も。あのブレーキとかも何もかからず、そのままズコッといたですか、もしかして。はい、容赦なく行きましたね。何の車も異変がなく。そうですね、普通の車って感じでしたね。なるほど、なんか認識するものがやっぱあるとでしょうね、この ID。ああ、そうですね。ID。ただの壁では止まらなかったので、先ほどの車をイメージしイラストを加える。これを歩行者として認識するのか。さあ発車しました。絵に描いた車には反応、そしてこの絵に描いた人、これには反応するとでしょうか。跳ねとるね。やっぱり認識しきらんですね。絵心満点なのにおかしい場合。次は止まんのかな。変な絵描いてあるぞ。あれ、まだ何も言わへん、まだ何も言わへん。あー、当たる。あー、跳ねとるね。また跳ねてしまいましたね。あのね、さっき絵に描いた車にはちゃんとね認識して反応したんですが、はい、この絵に描いた人、何がいけないんでしょう、はい、うん、コメントしづらいですね、その質問は。まさか絵が悪いと言ったんじゃないのかね、君もしかして。ええー、そんなことは一切ございません。とある巨匠が描いた人なんですけど、はい、イラストが悪いとの判断にさらなるリアリティを求め巨匠が筆を振るったが、アイサイトは認識せず、なんとなく人っぽいという絵心は理解できないようだ。イラストではダメだと分かり、最後の実験で所長自ら運転席へ。さあ続きましてテスト4。先ほどね絵に描いた人には反応せんかったですね、残念ながら。まあ絵心も読み取れんとは思うんですけど、実際にちょっと人を立たせてみました。これで本当に止まるのかどうか。これで止まるとちょっとやばいですよ。でもね、残念なことに人は立っとるんですけど、人として認識されるかどうかわからん人物が立ってます。ここら辺も交えながらちょっと実験したいと思いますよ。ということで最後を飾るのは奈良の珍獣、中村直樹。とりあえず二足歩行の野郎、立たせてみました。それでは行くですよ。あー、来た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 、怖いよ。止まるんかなこれ。うわ止まりそうに見えないっすよこれ。
止まるんかなと思ったんですけど、近づいてくればくれるほどそのまま来そうやろなと思って、今思わねられるかは思いましたね。速度は低いがギリギリまでブレーキの気配がないので、ほぼぶつかるような感覚。あ、本当に止まれるのかどうか、これでぴったり止まれれば人として認識されると、人としてねちゃんとやれるんですけど、一応ね残念なことに人っぽいということで止まったですね。残念ばい。ビビって腰が引けたが、無事歩行者として認識されたようだ。やっぱねピーと鳴ってからこうやっぱり ABS みたいな感じでガツンではなくグググって止まるですね、短い距離で。でもね、あの的の野郎が人間としては認められてない僕たちに、車にはね人として認められたよ。おかしいばい。ちゃんと人として認識されたところで、最後はスピードアップ。さあ続きまして、大幅スピードアップ。さあ本当にね、実際に街中で走るぐらいのスピードで行くですよ。ピーピー言っとるけどやっぱりダメですね。寸でのところでかわしたが、ほぼノーブレーキで直樹の膝をかすめた。野村さん全然止まる気配なかったですよ。いや俺も止まる気がない。あの逃げよったね。惜しいことをしたば。ある程度車速が乗りすぎるとダメなのかもしれんですね、これはね。なるほど。もしくはその逃げた。逃げたね。逃げたからこの的が外れて。耐えた方が良かったですね。そう、耐えんとダメやね。多分ね、スバルの人は身をもってこれを体験しとるはずですよ。もう一息ですね。というわけでいろいろ実験してきましたね。はい、はい、まあやっぱりね、人とか車のシルエット、はい、あれにはね完全にこう反応してぴったり止まると。壁とかね、その辺はちょっとまだ分からんのですけど、まあ一応ね、はい、人のシルエットをしてれば、そうですね、うん、まあこういう二足歩行のオーランウータンでも、車ぴったり止まりました。まあ人としてね認めてもらえてよかったね。そうですね、うん、よかったっすわ。まあでもね、こういうね機械にばっかり頼ってもいけません。はい、皆さんもこういうのは保険だと思って、まあちょっと心の片隅でも置いてもらったらよかったじゃないでしょうか。まあでもね、こうやってどんどん進化し続けると、そのうちね人がハンドル持たなくても運転しなくても、はい、座っとりゃ目的地に着く時代がやってくるのかもしれんですよね。ああいいですね。いや車の ID の価値ですね。うん、まあね、車もねこういう二足歩行の独自は負けてませんよな。車がドライバーを超える日もそう遠くはないのかも。